2020年10月スマートオブイヤー、2021年12月エイブレイド、そして2022年、また来ました。今回ですね、おすすめな試音機を紹介させていただきたいと思います。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。さすがに3期目ということで、今回は全2機種に比べて、ここはすごいぞっていうところをですね、重点的に紹介させていただきたいと思います。自分なりにこの機種の強みを探してみました。1、超低価格で買える。2、小さくて軽く、シンプルなデザイン。3、機械に弱い高齢者に超おすすめ。この3つを重点的に紹介していきたいと思います。ちなみに動画最後に、ちょっとお得な情報が載っているかも。じゃあ、行くぞ。はい、というわけでですね、今回こちら届きました。でん、はい、過去シリーズから見てかなり小さい小型な集音機となっております。超シンプルでいいね。では開けていきたいと思います。開封の機、こちらジンハオです。デジタル充電式耳掛け集音機。本体を開けます。オープン。はい、もう超シンプルですね。本体となっております。そしてもう一つ入っておりました。はい、こちらはですね、充電するために必要な USB ケーブル。続きましてこちら、はい、イヤーチューブ。小さいんですがイヤーキャップですね。サイズ違いが2つ付いております。あとは掃除関係、お掃除棒、清掃ブラシ、そして取扱説明書が入っております。全て日本語で書かれております。こんな感じです。一つ目、過去に紹介した機器、これくらいします。お、安い、買おうっていう感じにはあまりならないですよね。しかし今回なんと1万円で買えちゃいます。むしろ行き地でお釣りが来ちゃいます。でも待てよ、安いというならそれなりの性能なのか。はい、その疑問にもお答えします。さすがに3倍の差があるので互角に戦えるのかということではございませんが、音を聞き取るという基本的性能は網羅しております。ではじっくり見ていきましょう。こちらが本体となっております。めちゃくちゃちっちゃいです。電源ボタン M というボタンを押しますと電源が入ります。付け方としてはですね、こちらに小さく書かれていますが、赤でですね 2P と書かれておりましたら右耳用ですね。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。お、聞こえる聞こえる。というわけでですね、今耳につけました。こんな感じでございます。こちら、切り替えますね。サイズがいろいろありますので、こちらに変えます。メガネをかけてる人はこちらメガネの上に乗せる形となります。使い方は簡単です。4ステップです。ステップ1、使用前に完全に充電がされているか確認します。ステップ2、適切な集音機チューブを選択して取り付けます。ステップ3、耳をきれいにし集音機を装着し、イヤークリップを耳に装着します。ステップ4、3、4秒間押し続けて電源を入れ、ゆっくりと音量を上げます。はい、ではさらにですね、深く4つ紹介していきたいと思います。デジタル式集音機、音量レベル11段調整、4つのモード切り替え、 USB 充電式。1つ目、デジタル式集音機、音を最大限30倍まで大きくでき、拡声器と高解像度 BA ドライバーを搭載。こちらがあることによって様々な環境でも適用できる信号処理となっております。さらにですね、ノイズキャンセリング機能が搭載されています。ハウリングも抑制されております。スマートデジタル、こちらは音を効果的によりはっきり聞こえさせることができます。音量レベル11段階調整、耳の聞き状況に合わせて11段階までボリュームを上げ下げすることができます。ちなみにボリュームの上げ下げは超シンプル、こちらのプラスマイナス、この操作だけです。3つ目、4つのモード切り替え。先ほどご覧いただきましたプラスマイナスの上に M というボタンがありまして、こちらでモードを切り替えることができます。切り替えれるものが標準、ノイズ低減、野内、野外、こちらは M ボタンを押すことによって常時切り替えることができます。4つ目、 USB 充電式、豆電池ではなく本体が充電式となっております。面倒な電池交換が不要な充電式タイプの集音機となっております。こちら付属の USB ケーブルですね、本体のですね裏お尻側に接続の端子が付いておりますので、こちらに差し込みます。はい、
そうして充電の USB 端子にこちら、この充電器は必要です。こちらを差し込みます。そうしますと赤くなっていましたら充電中、緑になると充電が完了となります。本体の充電時間は2時間、充電後約20から22時間使用することができます。監督おすすめポイント2、小さくて軽くシンプルなデザイン。見てお分かりの通りめちゃくちゃ小さく軽いです。耳に全然負担をかけません。人工光学に基づいたデザインとなっております。長時間使用しても疲れず、そして見て分かる通りこちら肌色です。肌色に近い色なのでなんといっても目立ちません。どうでしょうか。耳に隠れますのでじっくり見られると、あ、ついてるなって分かると思うんですけども、正直そこまで分からないかと思います。過去ですね、監督が紹介しました2つはですね、集音機というよりかはイヤホンに近いです。おしゃれ系なデザイン、あれイヤホンつけてるんですかみたいな感じで嫌だなって方はですね、こちらの機種とてもおすすめです。ちなみに今こちらはですね、右耳用のチューブがついておりますが、付属でついておりますこちらをですね、右耳ではなく左耳に切り替えることができるチューブが入っております。ですので1つ買えばどちらか片方で切り替えることができます。監督おすすめポイント3つ目、機械に弱い高齢者におすすめ。過去2作品でですね、感じた部分、いろいろ設定ができてスマートフォンでも操作ができる、これは確かに強みでもあると同時に機械が苦手だよって方はですね、こちらスマートフォン一切使いません。めちゃくちゃシンプルです。ボタンとしましては3つですね。こちらでモード切り替え、そしてプラスマイナス音量、この3つです。いろいろとあれこれどんな機能だっけっていうこともですね、ほぼなく直感的に使えるかと思います。押せるボタンの種類は2つです。音量の上下、そしてモード選択で、こちらの商品なんですけども12ヶ月精神保証がついております。購入から12ヶ月以内不具合などが発生した場合修理対応ができます。はい、というわけで今回はこちらの商品ジンハオの集音機を紹介していただきました。型番としては JH351 というものとなっております。冒頭に言った通りですね、この動画を見ていただいている視聴者の皆様、お得な情報があります。この動画が公開されてからですね、約1ヶ月間なんですけども 10% のクーポンがついております。動画の概要欄に進んでいただきますとクーポンがありますので、そのクーポンをコピーして Amazon のページにありますので、そちらにこのクーポンを打ち込むことによって 10% オフになります。今この動画を見ていいなと思ったらぜひ使ってください。というわけでですね、今回紹介しましたのはジンハオデジタル充電式耳掛け集音機 JH351、 こちらを紹介していただきました。こちらゴムみたいなものがついていますので、はい、この動画チャンネルではですね、監督がおすすめな商品、これはいいぞ、おすすめしたいぞというものですね、中心に紹介させていただいております。興味がある方はぜひとも他の動画もご覧ください。あと最近ですね、監督セレクトショップをですね、動画概要欄に貼っておりますので、興味がある方はですね、ぜひとも一度見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。そして2021年2022年この機種の、よし買おう。監督おすすめポイント1、適切な中音あっつ、3、4秒間電源を入れはい、じゃあさらにですね4つこちらで紹介していて